遊ぼうって言うと遊ぼうって言う、バカって言うと。でも僕なんかしたらやっぱり犬のおまわりさんにはあんなにぴったりのメロディーがついてて、うん、みんなそれで覚えてるじゃないですか、うん、なのにあんなに素晴らしい金組数の詩がみんなが覚えるメロディーが一遍もついていないっていう事実が、うん、この時代まであるっていうのがどうしても納得できないんですよ僕ね。一つはね、分かるのは、はい、みんなね緊張してんですよ。ああ、はい、なるほどね。詩がいいから、うん、壊せないし、それから、うん、それと対等になるだけの力は例えば中田翔さんでもあっても、はいはいはい、やっぱり遠慮するんですよ。遠慮するんですね。だからみんなで歌にならないんですよ、はい、一人でしっそり歌なんですよ。僕僕も子供の頃から一番何になりたかったかなっていうと、もうミュージシャンになりたいと思ってて、はい、小学校1年生から絶対自分の作る歌で世に出たいとずっと思ってたんですよ、うんうん、はい、で本当にその小学校ぐらいからテープにですね、うん、曲の断片みたいなのをずっと入れてたような、うんうん、ちょっと変な少年だったんですよ、うん、でそれがずっと大人まで来てて、それがもう何のために作ってるのかわからない断片がいっぱいあったんですね、うん、はいはい、でなんかその512の美鈴さんの詩が残ったって聞いた時、なんか僕勝手にですよ、うん、それぐらい曲の断片あるかなと思ったんですよ。美鈴さんの詩を見て曲を書いたというよりも、うん、あるもので、うん、なんかしかも僕が決めるんじゃなくて、うん、僕の音楽とかよく聴いている、うん、人に、このメロディー、うん、この本の中に詩があったら言ってって、うんうんうん、ちょっとこれじゃないって言って歌ってくれ、うん、じゃあ歌うわって言って、僕はもう何の感情もなく はめていったんですね、うん、不思議な体験なんですけども、その時にまあ2、3日その作業をして40数曲がなんかこう、はい、コップにちゃんと物が入ってるみたいな感じのことができたんですね、うんうん、不思議だなと思ってたんですけども、なんかこう目に見えないなんかこう力となんかこうなんか通じたのかなというような感覚でした。空の底深く、海の小石のそのように夜が来るまで沈んでる、星は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ、すがれたタンポポの河原の月に黙って春の来るまで隠れてる、その根は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ、
空の底深く